浜松市の山間部で行われていた全国初となる移動式のガソリンスタンドの実証実験が終了し昨日関係者が運営面の検証や実用化に向けた課題などを話し合いましたこれはガソリンスタンドの減少が深刻な浜松市天竜区で新たな給油モデルを検討しようと行われたものです去年11 21月月から先月までのの日間間実験期間中に ガソリンを積んだタンクローリーが4か所をめぐり460件の利用がありました昨日の検討会には実験に参加した市や地元住民ガソリンスタンド業者などが出席しました事故もなく安全性が確認されたと報告されたほか利用者から実用化に向けて期待の声が上がったなど前向きな意見が出ました 一方で実用化に向けては消防法や採算面などで課題があり浜松市は今回の実証実験の報告書を資源エネルギー庁に提出するとともに実用化の可能性を探っていきたいとしています。